スウェーデンを逃れるために金を広げるクラキ。ジェニーナ・ナイストロームが。フロールフ・クラキは、6世紀頃に活躍した、デンマークの伝説的君主、12人のベルセルクを、統括するライデン王。三分のエッタの中で最高、最知名の古代の王と歌われる。北欧最高と歌われた、王剣としても象徴される剣、スケブニングを持っている。クラキは、霊文の意味。 アングロサクソンとスカンジナビアの伝統の両方に登場する伝説的なデンマーク王。オーミワ・オーリンの子、スキョルド・オソに持つ王家を直系北欧神話における英雄中の英雄。どちらの伝統でも彼はデンマークのシリング、フロズガル、ヘリフリーンの孫だとし、コンセンサスビューはアングロサクソンとスカンジナビアの伝統が同じ人々を説明しているという。 ベオウルフ・トィイツスでは、クロスガーとロスルフが、どのようにおじとの関係であるかについては、説明がない。テンプレート、クラッキー氏ベオウルフでは、フロズウルフを、キンズマンとして紹介。それぞれが、お互いに真実だったと説明。クロスガーは三人の兄弟、兄弟、ヘオローガーと、ハルバと無名の姉妹、すべての子供たちがヒールフデンと王室に属する一族。氏は、 フロズガルの兄弟のどれがフロズウルフの親であるかを示していないが、後にスカンジナビアの逸話ではハルガであるとして確立。クロスガーと女王、ウェルシーオには二人の息子ハースリックとロマンドがいた。恋に皮肉な部分では女王はフロズウルフを信頼しているようであり、息子を殺して自分のために王位を主張することを疑っている。共通の識別はベオウルフには ロスルフがクロスガーの息子ハースリックとロマンドから王位を奪おうとする予兆があるように思われ、これはサクソフラマーティマスのヘスタ・ダノーラムでも言及されている。ハースリックではデンマーク語となるようにその後様々なストーリーテラーが詳細なストーリーを発明、この人物を古い歌で言及。ハースリックの殺害は死の冒頭箇所。王としての地位と遺産を奪い、なおかつハールブダナルウッ ユルさを連れ去った王、アディルスを中するために立ち上がり、名だたる戦士たちを集結させ、軍勢を率いて、アディルス王の死体へ行く。ベオウルフ自身物語の中では、同族。アディルス王との会合は即座に崩壊し、両者の軍勢との戦争に発展する。戦況は、フロール部の方に優勢で、アディルス王も数々の策を駆使するもそのすべてを、無力化し、 そして最終的に敵の王を打ち取り、すべてを奪還した。王位につき、戦士には、富と栄光を、国には平穏と繁栄をもたらした偉大なる王として、君臨した。数々の武功を収め、忠誠を誓い、戦士としての能力が高い者たちには、惜しげなく、黄金を与える姿に、民衆は理想を見た。しかし、形ある栄光は崩れ去る運命であり。 フロール部の時代もその例に漏れなかった。ウィッツスの死は、クロスガーとロスルフに言及、後者はで敗北したまでインゲルドとの確室が終了しなかったことを示している。この作品は、サイルリング・シュラスガーとロスルフの対立と、ヒース・バース・フロダとインゲルドの対立が、イギリスのアングロサクソンでよく知られていることを示唆している。この紛争は、スカンジナビアの情報源にも見られるが、 北欧の伝統では、ヒースバーズは忘れられていたようで、代わりに紛争は、家族の確執として描かれている。ヘオローワードによるロルフレ・クラッキー、ジェニー・ナイストローム。ハルダンが老年で亡くなった時、王国を分割、ローが土地を、ヘルゲが海を支配した。ある日ヘルゲは、ハランド、ロランに到着し、ローの農民の一人の娘であるソーレドネタ。 その結果、ゆるさという名前の娘が生まれた。その後、彼は、ゆるさと出会い、彼女が彼の娘であることを知らずに、彼女をロルフに妊娠させた。やがてヘルゲは、アーセが自分の娘であることを知り、恥じて東へと向かい自殺した。イボ妹であり、邪悪な魔女であったスクルドがフロールブの地位を欲し,し、スコーネの王で、夫のヒョルワルドをそそのかして、戦争に発展させる。 フロール部は、スクルドの関係に陥り、強力な魔術と合わさって、最後には、ヒョルワルドの手にかけられ、その生涯を終えた。ハルダヌスが、老齢で亡くなった時、ロは土地を奪い、ヘルゴは水を奪った。彼の海ロービング中のある日は、ヘルゴはに到着、セロを彼が発見し、アース。何年も経って、ヘルゴがトゥーロに戻った時、ソーラは、無意識のうちに、 自分の娘をレープしたヘルゴにうるせを送り、彼女の処女喪失を服した。その結果、ロルオは身体的にも知性的にも背が高いのと同じくらい勇敢で才能のある男。しばらくしてヘルゴはスウェーデンの侵略を退け、スウェーデン王のホスブロトを殺すことでローを服し、スウェーデン人に敬意を表させた。しかし彼は、 ウルセとの近親相関関係の恥のために自殺した。ロロウが彼の後を継いだ。ライレは、スクルドの手に落ちてしまったが、生き残った12人の戦士の一人であり、かつて、フロール部を苔にしたアディルス王の元戦士ウォッグが、ユルサの与えた軍勢を率いて、魔女を打ち取る。クラキと戦士は炎を飛び越えます。19世紀の本の中のデンマークのローレンツ・フルリヒによるイラスト。 その後、僕は、フロール部のためにいたい都県を丘の上に埋葬したと、言われている。スコージョルダンガサーガは弟ローアス。祖父でありながら、父でもあるハールブダナルと、その娘のヨルサの間に、近親相関で生まれた。この少女は後に、スウェーデンの王であるアディルス王と結婚し、娘と一緒にスカルダと結婚したという。ドルフ・クラークサーギルド・ポフィリスバル、ヒュージ・ハミルトン。 スウェーデンの王、アドルズから逃げるロルフ・クラッキー・フィリーズ・ベラーを描く。スノーリストゥルルソンによる、死後法では、ロルフレ・クラッキーの物語が、ケニングとクラッキーを説明するために提示されている。スノーリストゥル,ルソンは、アサルズと、ナースサ、ユングリング家のサガの一部、ヘイムスクリングラといったスコージョルダンガのサーガに、使用された。スコージョルダンガの物語の残りは、アーングリマー・ジョンソンによる、 ラテン語の要約であり、二つのバージョンは基本的に同じだが、主な違いはアーングリンアのバージョンがより簡潔である。スノーラはスコージョルダンガの物語には、HRLF がウプサラに来たことに、広範な説明がなされていることを簡単に述べて、説明を終えている。フェンジャとメンジャグロッティの歌では、父親のハールブダナルと共に、 おじのフロージに復讐する物語が展開されているが、当人はあまり覚えていないらしく、巨人のフェニアとメンジャがアウスタンザが含まれそれは、ナースサと彼女の息子と兄弟は、フロディの復讐を果たすというもの。このフロダは、フロズガルによって殺されたため、この作品は、フロダがヒール・フデネの異母兄弟であった、フロルフ・クラキの物語を参照することはできない。しかし、それは、 フロルズウルフのおじ、フロズガルが彼のイボ兄弟、フロダによって殺されたスコージョルダンガの物語を通して解釈することができる。1300年頃に書かれたゴトレックスの物語で簡単に言及されている。この贈り物と引き換えに、HRLFR は彼に赤い金で作られたヘルメットとチェーンメールを渡している。デンマークの劇作家、ヨハネス・エワールドは、 ゲシタダノラムの物語の作素版に基づいて、ロルフクラゲについての劇を書きました。デンマークの詩人、アダム・オエレンスクラガーは、ラディグッド、シ・ヘルゲを書きました。ありがとうございます。